こんんばは私は練習していたら左手首が痛くなるんですが手首の角度が不自然だからなるんでしょうかという質問ですねなるほど初めてこのフルートを持った方に楽器の持ち方を教えるときによく説明するやり方があって胸の前あたりに合掌をした時のこうやった時のこの角度ですねはいだいたいこのぐらいの角度 が、左手でちょうどいいですよっていうふうに説明するんですね。左手が痛くなる場合のパターンとして、左手首をこう返しすぎているかもしれないっていうのが一つ考えられるかな。こう返しすぎるとですね、指を動かした時に、手の甲の筋にすごく負担がかかるんですね。実際に楽器を離してやってみるとわかると思うんですけれども、手の甲は腕と一直線で、 こうやって動かすのが一番負担が少ないんですよ。この指の筋肉っていうのは、指のこの部分だけで動かしてるんじゃなくて、ちょうど筋見えますね。あの、指から伸びて、ここの筋肉、これ、これを引っ張ることでこうやって指を上げたり、まあ緩めてこう、主観者して、あの、手首まで繋がってるんですよ。こういう風に。手首の痛さっていうのは、このやっぱり指の動きにいかに 負担をかけないかに結構かかってると思うんですね。左手首っていうのは構え方の関係でどうしてもこう、さっき言ったようにまっすぐするのが理想なんですけど構えられないんですね。だからある程度曲げなければいけないんですけども、この時に注意なのが、あの直角になるほど曲げてしまうと、 これですね、めちゃくちゃ指を動かした時に負担がかかります。こういう風にまず持ってしまっていないかチェックしてみてください。できるだけ、まあ、手首はこのね、まっすぐな状態に近い直角ではないけど、まっすぐでもできないから、さっき言ったように合掌した時のこの角度ということですね。直角でこうやって持ちたくなるのはやっぱり楽器を下から持とうとするせいであって、楽器の支え方、僕は三点指示っていうのを 教えてるんですね右手の親指と左手の人差し指の付け根付け根もですね指のお腹側じゃなくてこの横手のひらの横をこうやって触っていくとここにボコって骨が出っ張ってる部分ありますよね横のこの部分このちょっと上で楽器をこうやって支えてるんです 横からこう当ててるだけ横から挟んで楽器を持つようにしてくださいもう一つ手首がこうね反ってしまう直角に近くなってしまう原因として左手の人差し指の形これもちょっと見てみるといいかもしれません左手の人差し指がこう第一関節がちょっと伸びたりとかしてしまうと中指と薬指が届きにくくなるんですよねそうこれもですねこの 届かせるためによいしょってこう手首を返さなきゃいけなくなるもしかしたら原因になってるかもしれないので左手の人差し指はですね結構第一関節までしっかり曲げちゃって大丈夫ですキュッとそうしたら中指薬も届くやすくなって またここのね、えー、手首の返しも少し楽になる部分が出てくるかもしれないので、今やったやり方で、とらしすぎないようなポジションっていうのをちょっと考えてあげてください。もしね、あの、痛くなるのをちょっとね、そのままにしてたら、本当に痛めちゃうので、時々こう休んで、鏡見てチェックして、で、また改めてこう持ち直してみると、さっきより容量よくね、バランスよくこう、いい形で持てたりするので、 そう、時々姿勢を直すっていうのは結構そうやって置いてはもう一回持ってチェックして、で、しばらく練習して置いてもう一回持ち直すみたいな。うん、そうやって習慣づけで直していくのをちょっと心がけてみるといいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ぜひね、ちょっとね、あのー、手首大事にしてあげてください。